西日本の日本海側では断続的に雨が降りそうです。夜にかけて強まりにもご注意ください。まずは現在の状況ですが、はい、各地降っているような状況ですかね。そうなんですよ、まず天気図をご覧いただきましょうか、はい、こちらが6時の実況天気図になるんですけれども、はい、まあ、西日本の今南海上に一つ低気圧があります、ただ西日本の天気に対してですね、この低気圧あまり関係ありません、はい、この西日本に影響を与えるものとしてあるのが現在日本海の西部にあります、まあ、一種の前線がこのように存在しているんですよ、はい、まあ、地上の天気、天気図には、まあ、出てきていないものになるんですけれども、その雨雲を見てみますと、山陰沖にまとまった雲ありますね、その南側にあります雲が現在西日本の日本海側沿岸部中心にかかっております。で、太平洋側に出ている雲はこれはまず午前中、まあ、ところどころに雨を降らせる程度なんですけれども、はい、日本海からの雲、これは夜にかけてだんだんと降りてくるんですよ、ですのでこちらはですね、山陰地方を中心に夜にかけての強まり要注意ということになります、はい、この後のこちら雨雲の動きで見ていきますと、日中帯も日本海側で雨の降りやすい天気ですね、九州北部は一旦降りにくくなってきそうなんですけれども、夜になりますとその日本海の前線そのものが降りてきますので、また雨の範囲が拡大をします、また四国あるいは近畿の中部南部も日中一旦日差し出るところも多くなるんですけれども、やはり夜にかけてはこのようにね、雨雲が北の方から降りてくることで、特に四国の瀬戸内中心に、雨の降りやすい天気にまた変わりそうです、はい、しかも夜になりますと活発な雲、このように計算されています通り、まあ、山陰エリアでは雷を伴って強く降るとこういうこともありそうです、落雷などにも要注意となりそうですね。はい、わかりました。1日を通して傘があった方が良さそうですね。そうですね、はい、アプリウェザーニュースでは各地の詳しいお天気、雨雲の動きも見ることができます。ぜひお使いください。